回はコンセンサスを上回ったのに株価が上がらないです。パカラパカラ、皆さんこんにちは。経済アナリスト馬渕真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、さらには皆様からのご質問にお答えしていきます。今回は連続でお伝えしている決算発表に対する株価の反応について、投資家の皆さんが悩んでしまう5つのパターンをご紹介します。皆さん、自分が予想していた株価の反応と違う株価の値動きになると、だから株は難しいとかわからないっていうふうに諦めてしまう方が多いです。しかしよく分析してみると何らかの理由があることがあります。当然全く何もなく株価が動くこともあるんですけれども、一応理由がある場合もありますので、今回は典型的な想定外の5つのパターンについて実際の事例をもとにご紹介していきます。ここまでの動画でパターン 1,2,3 をお伝えしてきました。今回はパターン4つ目、コンセンサスを上回ったのに株価が上がらない事例をご紹介していきたいと思います。このシリーズの最後はですね、パターン5、コンセンサスを下回ったのに株価が下がらない、この5回目で最終回になります。自分の頭で考えることができる投資家になるために一緒に学んでいきましょう。今回のパターン4つ目、コンセンサスを上回ったのに株価が上がらないです。こちらは2019年10月の小松製作所を事例として取り上げます。東証一部の小松製作所は10月29日に19年3月期の第2四半期の決算を発表しています。こちらの図になります。決算の結果はですね、売上高は前の年の同じ期に比べて 13.7% 増の1兆3000億円でした。こちら営業利益は 80.2% 増の2003億円でした。コンセンサスと言われている市場の予想ですね、アナリストとかが予想しているコンセンサスは、実はこの数字1810億円程度でしたので、結果がですね、上回る着地になっていることが確認できますよね。合わせて第2四半期の決算で今後の続きの計画も修正発表しているんです。こちら上方修正となっていて、元々の数字を見ていきましょう。売上高は従来2兆5030億円だったものが2兆6620億円になりますと情報修正しています。さらには営業利益もですね、3390億円から3810億円と、こんな風に情報修正されているんですね。もともと市場が予想していたコンセンサスに近い数字までそれぞれ情報修正された決算になっています。しかし実は実際の株価を見るとこんな風に冴えない展開になっているんですね。こちら小松製作所は中国と非常に関係が深い企業なんですね。2019年というと米中の貿易摩擦が非常に対立が激化していた時期ですよね。ですので中国経済の先行きに懸念というところで株価が軟調な値動きとなっているんですね。この事例で持ち上げた時の決算というものは非常にポジティブな見解で、情報修正もありましたので、一時的に株価は短期的に上昇したんですけど、やはりですね、中国経済の先行き懸念であるとか米中貿易摩擦に対する警戒感、こういったものが再燃して株価全体としては冴えない展開になったんですね。やはり大きなこう流れ、市場の流れにはなかなか逆らえないということがここからもわかります。こちら週足レベルで見れば一目瞭然なんですけれども、やはり2018年の初頭から調整局面がこう継続していて、本格的にリバウンド、株価が反発していくほどの決算の内容ではなかったということが確認できます。ですのでこういうふうな全体感の流れがある中でコンセンサスを上回ったとしても株価が上がりきれないという、こういうふうなパターンもあります。だからこそですね、個別銘柄の情報収集や分析だけじゃなくて全体相場の見極めというものも非常に必要になってくるんですね。今回のチェックポイントはもちろんコンセンサスは重要、ただし多角的な視点を持ちましょうということです。今回は株式投資のための決算書の読み方、決算発表における株価反応の5パターンを知ろう、丸4、
コンセンサスを上回ったのに株価が上がらないをお伝えしました。決算書への苦手意識がなくなればいいなと思います。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。そして前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録といいねボタン、そして通知ボタンをよろしくお願いいたします。これからも金融市場株式投資の情報を配信しています。皆様からのコメントやご意見、そして引き続き応援どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。